肘引き、拳一つ分の足幅で小指側を平行に気持ち内股に立ちます。立位が大変な方は椅子に座って行ってください。肩、腕をリラックスさせ手のひらを上に向けた状態で肘を90度に曲げます。腕が床と平行なまま肘を後ろへと引きます。肘を後ろへ引いた時手のひらを下に向け腕をねじりながら動いていきます。 肘を引くことで胸が開き、より肩甲骨が動くので肩こり改善に効果的です。ポイントは肩や腕が力まないようリラックス。また腕が常に床と平行を保ったまま動きましょう。15回繰り返します。